外したか。受け狙いにしてはちょっと飛ばしすぎよっこ。いえ、その豚は古来より蓄財と幸運の象徴ですから。お姉ちゃん、無理にフォローしなくてもいいと思うの。受けると思ったんだけどな。今度は他ので挽回するよ。楽しみにしてます。じゃあ次は屋内展示見に行こうぜ。はいはい。お、今年もゲーム券が出店出してるな。ゲームというと、あなたが時々やっているものですか？何？こう好きなの？なあ、結構面白いやつだぜ。これならさよたんとかめいちゃんにもおすすめかな。ちょっとやってみたいかな。私は久しぶりだからな。さよさんは？ゲームを始める前に何か知りたいことはあるか？戦闘を始める前にもう一つ、戦闘前にこういった駆け引きを行うことがある。いわゆる心理戦ってやつだな。こういった時の選択には注意が必要だ。じゃ、早速実践してみるか。シューティングゲームは得意か？よしよし、強気だね。まあこんな風に戦闘次第で状況が変化する。有利に働く場合と不利に働く場合があるから慎重に選ぶんだな。それじゃあゲームスタートだ。あらよっと。さーて、次はどこを見るかな。それなら私ね、人生劇が見たいな。3Eの高野くん繁盛記ね。面白そう、私も見てみたい。私も拝見したいところです。 3Eならこの廊下の向こうだな。あ、ありゃー、ああ、また外れた。まったく、いくらコルク銃でもこの距離を外すなんて。うるさいな。それならお前さんがやればいいだろう。俺よりはよっぽどうまいだろうが。ありゃ、おっさん？それに、ふみこさんですね。わかってないわね。私のエスコートを任されたあなたは騎兵隊員並みに偉いのよ。それなら貴族らしい礼節を持って私が欲しいと言ったアクセサリーを撃ち落とせばいいの。そういうものよ。
どういう理屈なんだ。そんな話聞いたことがないぞ。プラターの森に遊園地ができた時代からそういうことになっているものよ。貴婦人のお供というのはね。紳士はサーベルと拳銃でレディの天傘とウィットに奉仕するのよ。あなたも紳士なのだからそうなさいな。くそ、とんだ紳士ごっこだぜ。あれ、コウのお友達？おっさんの方は共同経営者だけどな。助けてあげた方が良くないかな。そうだな。おい、恵美子たん、どうしてそちらに声をかけるのですか。踏むな、足、足。あら、コウタロウ、ごきげんよう。なかなか面白いわね、この模擬遊園地。模擬遊園地か、そういえばそうかもな。でも、なんでここに。一度あなたの学校を見てみたかったし、私に隠れて女をはべらすあなたを見物してみたかったから。安心なさい、私はとても寛容な女よ。それで、その、なんでおさんが。俺は休日だと言ったんだが、この女が無理やりにだな。あなたの事務所は万年休業状態でしょ。それに、俺は俺なりにお前と名城ちゃんと結城城を心配してだな。そういえば、そこの女性は。おう、紹介するぜ。俺の妹で、城島月子って言うんだ。はじめまして、コウの姉です。違うってのに。あなたが月子さんね。話は時々光太郎から聞いてるわ。私は文子、彼のそばにいる大人の女よ。いつも光がお世話になってます。おかげでだいぶバカが治りました。おい月子、そりゃどういう意味だ。言った通りの意味に決まってるじゃない。そういうわけで、ずっとお礼を言いたかったんです。よろしくね。俺は日向源之丞、こいつの師匠で共同経営で探偵をやってる。いつも甲がご迷惑をかけています。俺を何だと思ってるんだ。みんなお兄ちゃんが好きなのよ。それより、そろそろ始まるよ、人生劇。おう、そうだったそうだった。俺たち、今から人生劇見に行くんだけど、ふみこたんたちはどうする。またふみこたんと言った。せっかくのお誘いだけど結構よ。そんな大人数で感激するのは趣味じゃないわ。あれは二人で親密に過ごすためのものよ。そうか、おっさんは。何を言ってるの。彼は私のエスコートよ。何、コウタロウをからかったらさっさと退散するんじゃなかったのか。私はこの祭りが気に入ったの。学園の誇りをかけて祭りをやるというのは、軍記祭を彷彿とさせるしね。だから気が済むまでそぞろ歩きを楽しむわ。どう源之丞、これがウィーン風の休日というものよ。はいはい、わかりましたわかりましたよ。そういうわけだから、俺はもう少し彼女に付き合う。
オッケー。さあ、行きましょう。探偵さん、大変ね。でも、どうして源之丞さんはあそこまで文子さんに従うんでしょうか。さあ、昔はあんなことなかったのにな。でも、面白い人たちね。さあ、人生劇を見に行こうぜ。やれやれ。で、どうするんだ。目的は果たしたんだ。引き上げるか。本来の目的に戻るわよ。今日は7月の何日？七夕。キムさんが警告した日だな。そういうことよ。そして、何かが起こるなら、その中心は必ず光太郎。なら、それまではこのお祭りを楽しみましょう。決まってる。先輩なら優しく抱き留めてくれると思ったのに。するわけないだろ。いや、そんな、どうしてですか先輩。男を優しく抱き留める趣味はない。当然だろうが。へえ、女の子ならするんだ。こう優しく抱き留める。光太郎さん、あなたって人は不潔です。待て、そういう意味で言ったんじゃ。じゃあ、どういう意味なんですか。いや、待て、落ち着け、みんな。そうですよ、先輩は相手の人が男の人でも女の人でも同じように助けますよね。それはそれで情緒的に問題なんだけど。同じようにって、光太郎さん、あなたはそんな見境のないことを。ロリコンの上、天津祭。さよたん、どうしてそっちに飛躍する。疑われることがあるからだと思うの。姉としてはこうが幸せならいいよ。姉ちゃん、なんでそうなるんだ。あと月子、ここでからかいモードに入るな。さすがに気づいたか。残念ね。わからいでか。ともあれ先輩、来てくれてとっても嬉しいです。おい、お前が無理やり話をなかったことにするなよな。だって先輩ひどいですよ。避けた上に引き倒すなんて。お前が勝手にこけたんだ。お前が。怒られちゃいました。で、先輩、改めて来てくださってありがとうございます。どうですか、みんな頑張ってるでしょう。うん、確かにすごいな。今年のみんなすごい張り切ってる。去年の暮れくらいからみんなすっごいノリが良くなっているんです。
これで今年の学園祭は盛り上げたいなって。だから僕も頑張って補助金とか援助金とか集めるの手伝ったんです。へえ、そりゃすごいな。ナッツ先輩、それじゃあ僕まだ仕事の途中なんで。そっか、じゃあ頑張ってこいよ。はい、わかってます。それじゃあまた後で。うん、また後で。さよお姉ちゃん。どうかしましたか、メイさん。あの人はどういう人ですか。光太郎さんの後輩の方だそうです。どうかしましたか。どうした、二人とも。今の人、奇妙な感じがしました。見かけと違って奥に何か冷たいものを隠してるような。まあ実はあいつもいろいろあったらしいんだ。あいつのああいう性格は逆にそういうことがあったからなんだろうって俺は思ってる。でもさ、見かけ通りのやつなんていねえんじゃねえのか。誰だってそういうことあるだろ。何か知ってるの？俺もよくは知ってるって言えないな。あの城が落ちた時に一人ぼっちになったってことくらいかな。そう、それで逆に明るく振る舞ってるのかな。そうだな、そうなのかもしれないって思う時はあるな。そうですね、そうなのかもしれません。とりあえずさ、気を取り直して次のやつ見に行こうぜ。そうですね。賛成。7月7日は梅雨の終わりに引っかかる時もあるけど、今年は綺麗に晴れたな。なぜ旧暦でしないんでしょうね。旧暦ならもう梅雨も抜けて心配なくお祭りができますのに。そうよね。でも理屈通りにいかないから人の心って厄介なのかもね。理屈に合わなくても今日が7月7日ならその日が七夕と思い込んじゃう。それが人の心なんでしょうね。でもなおさら晴れてよかった。やっぱり七夕だもの。織姫様と彦星様には無事にデートしてほしいわ。でないと願い事叶えてもらえなさそうだから。まったくだよな。こんなに天の川が近くに見えるのは何年ぶりかな。私なんか夜空見るのも久しぶり。ほんと綺麗。私も東京に来てこうしてただ夜空を見上げるのは久しぶりです。さよたんは飛騨だったよな。やっぱりあっちの方がよく星が見えるのか。そうですね。でもあの頃は占い以外で星を見ることなんて全然ありませんでしたから。なぜでしょう、こうしてみんなで見る星空はどこかあの時の空とは違うような気がします。